氷川神社は、東京都渋谷区東二丁目にある神社、渋谷氷川神社とも称される。古くは、氷川大明神といって、旧下渋谷村、豊沢村の総鎮守であった。宗始は、非常に古く、今これをつまびらかにすべきものがないが、1605年に、別当法船寺、第100代の住職だから縁の記した、氷川大明神法船寺演議によると、 慶光天皇の御子日本保高統制の時、当地に須佐のおの村を誕生し、その後佐賀天皇の公認年中、自覚大使が法宣寺を回帰し、それより同時が別当となったとあり、1713年法宣寺から幕府に出した書状には、規律の年水司令不信仰と見えている。1782年正月5日、安倍日中上へ差し出した書類に、 別当宝泉寺の栗から出荷2件3件の土蔵が炎上したことが記され、宝物資料などはこの時消失したと伝えられている。渋谷地区の最古の神社で源頼朝が誕生したとか、ーマ丸が信仰したというのは後世についた伝説と見え、1732年にできた江戸砂子にあるのが初めである。王子は、小賛の類がうっそうと茂り心に、 昼なお暗く渋谷川が門前を流れていかにも、神錆びた宮であったらしいことは、江戸名所図への絵にも伺われる。境内は1693年2月25日、及び1748年正月28日、奉行所へ差し出しの図面にはいずれも、境内落ち6840坪とあり、1713年、1749年などの、 自社奉行から下した主印状のも同様になっており、以後それが続いて今日に及んでいる。境内には江戸名所図によると神木とある老い松があって、時は松と呼ばれ、常磐御前が植えたという伝説もあり、その松の枝にかけたという自筆の色紙というのも残っている。この松は780年前に枯れて、古株だけが後年まで森竹磐台石という石の傍ら、 今の神楽殿の語編に残っていたという。1877年差し出しの明細書にも、現に古木根幹ありとある。これが、いわゆる常磐末の元祖である。社殿は、氷川宮西蔵坂駅等によっても、規律の詳しいことはわからない。当時中高だがら園法院が本社を再建したことや、その後何回か修復があり、また、公営年中、 山口伊豆守が祈願のため黄金15両を寄付して、本殿を、修復拝殿を混流したことがわかる。今の社殿は何度目の改築に当たるのかは不明だが、宇治子町内の寄付によって営まれ1938年11月3日、聖戦座したもので、同20年5月25日の空襲にも社殿は、被災せず、今では都内有数の神社建築である。古来より祭礼として、 相撲が奉納されており、大井鹿島神社、世田谷八幡宮と共に、江戸郊外の三大相撲として知られていた。霊祭は、元9月29日で、この日には、昔から三道坊の相撲場で大相撲が行われ、渋谷の相撲、近道の相撲などと言われ、近郊近在は、もちろん、江戸表からも見物人が多く集まり、ある年、去年のため休んだところ、集まった面々によってついに、 大相撲になったこともあるというくらいで、将軍家でさえ渋谷の相撲なら見に行こうと言われたと伝えている。昔からなかなか有名なもので、今でも神事の一つになっている。江戸時代からの由緒ある東京の相撲場で、現在にも伝わっているものとして興味がある。昔の下渋谷村、下戸与沢村で、今の渋谷区の南端の地域を占め、区内の神社中最も広い町内を有している。 北は、大体元の鎌倉街道の辺を境として、本能やわたぐのうじこ町内と隣り合い、東は、郊外が谷を持って、今の麻布と接し、西丘陵の峰を持って、目黒区と分かれ、南はやや開けた麻布、千葉、品川に続いている。並木橋より、天元寺橋に至る、その間、渋谷側が中央を、北から南に流れ、その流域は平地になっているが、郊外側、 イモリ川、大観山、長セドの流れ、向井山、伊達の流れなど、ささやかな流れの本川に注ぐ中を、山郊外宮城十有高分地域、羽根沢上里市、大観山猿学、町屋都集学、向井山伊達、と、自らそれぞれ、坪地になっている。このように、皇帝起伏の多い土地であるため住み着きやすいところで、あるのか、先住民の遺跡や遺物等もとこに、 発見されていることは、その地名表に示されてあるところである。しかし山林や二十歳の多いところのため、江戸が明けるようになってからも広町や渋谷橋編を除いては、町屋として発達したところが少なく、大名屋敷等が多かったようである。明治二年の記事に、宇治こ書行の内島津や、黒田や、宇和島や、堀田や、渡辺や、戸沢や、宇治こ内、なれば部運長級の祈願知 毎年の祭礼の不死派兵畑漁法の有りしゆきせりとある。近年では、市街地もあり、住宅地もあり、商工場のある地域もあり、町名も、旧渋谷町の大半と麻布に一部で44町に呼び分かられるほどで、終戦前一時は、世帯数も1万6千戸個を数えたこともあった。また終戦前までは、東伏見宮や、国宮や、道別邸、 理研校等の三宅をはじめ家族、名士等の邸宅も多く、大日本人議会、国学院大学など、機会の機関もあって、神社の宇治子町内としての性格から見るときは、他に類例を見ない地域であった。終戦後はこの有様もやや変わったが、それでも、東宮仮御所や渋谷文京地区をその宇治子町内に持っていることは、大きな特色である。 広5丁目の内旧元広町の町域は、広渋稲荷神社との二重事故。ありがとうございます。